担当バイオリン担当のリオです。2024ラフィネレディの大川パコです。藤川アネナです。千瀬の子です。千瀬優香です。佐々木みのりです。林レムです。 STZ クラス25号車26号車の2大体制で参戦するチーム01のメインスポンサーとしてサポートするオリエンタルバイオ株式会社はラフィーネアルファやラフィーネエパゴールドなどの健康食品の通信販売を行っている会社です。健康食品の魅力は食品であることです。食品だからこそ毎日お取りいただける何にも勝る特性があると考えています。食品の機能性を追い求め、食品ならではの特徴を最大限に生かし、お客様のニーズを捉えた新たなチャレンジを続けていきます。オリエンタルバイオ株式会社は日産自動車、日産自動車大学校がモータースポーツの人を育てるをコンセプトに実施する人材育成プログラム日産メカニックチャレンジをサポートするチーム01の応援活動に賛同し、私たちラフィーネレディとラフィーネミューズでチーム01を全力で応援します。チーム01は今シーズンより柳田監督を迎え、日産ニスモ ZGT4 2大体制で参戦します。 STZ クラス25号車ドライバーは植松忠雄選手、松田継夫選手、佐藤公也選手、名取哲平選手です。 STZ クラス26号車のドライバーは大塚隆一郎選手、富田隆一郎選手、篠原拓郎選手、原誠二選手です。チーム01はゼロからのチャレンジで一つのものを生み出す気持ちを持ち続け、今シーズンもチャンピオンを目指して戦います。今シーズンラフィーネレディは8人体制で、新生ラフィーネミュードとしてヒロサインちゃんと一緒にステージで演奏させていただきます。今シーズンも音楽を通してモータースポーツを盛り上げます。皆さんも私たちと一緒にチーム01への応援をよろしくお願いします。はい、ということで、はい、2回目のステージですけれども、イエーイ、元気ですか皆さん？元気、疲れてない？大丈夫そう？なんかちょっとね、ね、日がなくなってたらちょっとさ、ちょっとなんか暗く見えたみんなもね、うん、元気そうです。しかも朝より日も焼けてるよ ね今日めっちゃ暑くないですか？暑かった。どうですか皆さん、倒れたりしてないですか？倒れそう。大丈夫そう？水分取ってくださいね。はい、はい、ね、朝も、告知したんですけれども、はい、ゼロワンブースで、ゼロワン応援グッズセットっていうのを売ってて、16個限定で、うん、全て完売。おー、ありがとうございます。すごい嬉しい。やっぱさ、なんかこの個々のものよりもさ、まとまってるとやっぱちょっとお値段もね、うん、上がるから、16個大丈夫かなって朝言ってたんだけど、みんなで。そうですね、即即、はい、購入していただいた方はね、後で、この方、かわいい私たちと一緒に写真が撮れるということで、やったー、はい、って感じですね。はい、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 じゃあ、はい、この辺でミューズにはライブの準備に行ってもらいましょう。お願いします。お願いします。振り付け講座。ラコ先生の振り付け講座。はい、朝のステージでも教えたんですけど、このさくらんぼの、うん、振り付けのところと、あと店員さん、てててててちてててて、イエーイ、てて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 、イエーイ、てててててて、イエーイっていうところと、サビの。の子は誰だ、イエーイ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 。そうです、アネラさんが朝も言ったんですが、私たちが手をこうって言った時はイエーイを言ってるので、皆さんも一緒にイエーイを言ってほしいっていうのを先ほどお伝えしたんですけれど、はい、今回もステージで引き続きやってほしいです。プラスプラスプラスで、サビの中でアイスクリームをイメージした振り付けがあるんですけれども、そこは一緒にこう頭の上で三角を作るように、こう口の横にわざとつけたアイスの、ここを皆さん一緒に手を挙げてやってください。お願いします。ラジオ体操ではないからね、これ。ラジオ体操の気分で伸ばしてもらっても、これぐらい伸ばしてもらってもですね、はい、大きめのアイス、大きめのアイス、ビッグアイスでお願いします。お願いします。はい、もう一つ最後の方に
メロンソーダダッダッダダッダきっとソーダのソーダをみんなで言ってください。ソーダだけ、ソーダだけ、恋のソーダ、恋のソーダ、メロンソーダ、きっとソーダ、はい、のソーダだけを言ってもらえばいい。全部ですか、全部ですね、全部で担当みたいな。恋のソーダ、きっとソーダじゃないよね。はい、じゃないですね。全部お願いします。全部、はい、恋のソーダ、ジャッジャッジャダ、メロンソーダ、ジャッジャッジャダッダ、きっとソーダ、はい、お願いします。さっき私たちが言ってて結構皆さん踊ってくれて、はい、ね、なんかその前にさ YouTube でもさ、はい、ライブ映像配信されたんですけど、その前からもう結構皆さん踊ってくださっていたので、もう分かってるよって思うかもしれないんだけど、結構増えたよね、さっき、ね、踊ってくださる方が、ね、やっぱイエイとかも言ってくれると私たちもね、楽しいですよね。調子乗ってイエイって言っちゃうし、調子こける、うん、調子こける、さらに盛り上がれるかなと思いますので、はいはい、ぜひこの後もよろしくお願いします。お願いします。もう一個皆さんにお礼を言いたいことが、はい、このコスチュームディビジョンのファーストステージがね終わりました、昨日やっと。No、 ありがとうございました。ね、ありがとうございます。本当に皆さんね、投票していただいて、ちょっと今結果待ち、13日に、はい、あ、13日だっけ、あ、でも13日、13日に結果発表ということで、はい、まあ、大丈夫ってあろうと、はい、だけで、大丈夫だよ、本当にね毎日タグ付けしてくださったり、私たちも見てるので、この人がやってくれたとか見てるので、はい、ね、ファイナリストになれると信じて、はい、ありがとうございます。ちょっと、はい、しばしのお待ちを。絶対大丈夫、絶対大丈夫、絶対大丈夫です。はい、ということでとりあえずね、はい、応援ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお知らせに行こうかな。はい、かな。お知らせその1、明日サーキットないんですけれども、私たちは東京に戻り、明日11時半からラフィーネレディの、公式インスタグラムでインスタライブを行います。30分間、はい、なので皆さんちゃんとメモしてちゃんと見に来てください。お願いします。はい、お知らせその2、この後15時20分からカーズブースで物販サイン会を行います。カーズブースはパドックトンネルを上がった中央エントランスにございます。皆さんのことお待ちしております。はい、ちょっとかしこまってるね。はい、かしこまってる、避けちゃったさっき。はい、現在 ST ジェットクラス25号車が3番手、26号車が8番手を走行中です。最後まで皆さん一緒に応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで準備できたかな。見えないんだよね。できてる。あ、ちょい待ちらしい。どうする？なんかやっとく？どうする？やった。もう一回練習します。メロンソーダの練習でも。メロンソーダ。メロンソーダ練習。掛け声。最後の掛け声やった。あ、メロン。うん、そうだね。きっとそうだ。恋のメロンキットだからね。恋メロンキット。これね、私たちもちょいちょい間違えてる。違いますね。ちょいちょい違う。笑顔でごまかしてます。うん。一旦それやって。やりましょう。オッケー。お願いします。チャ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 ラチャ。フリフリ。なんかチャ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 恋のソーダから入ってもらっていいですか。すみません。はい、行きます。はい、せーの、チャチャチャラチャ恋のソーダ。はい。チャチャチャラチャ。チャチャチャラチャ。あ、完璧、完璧です。完璧です。もう大丈夫だね。はい、大丈夫。これでバチバチに盛り上がれると思います。ということで、準備できたようなので、リオちゃんのライブ楽しんでください。はい、では、リオちゃんお願いします。お願いします。はい。まずはラフィネミューズバイオリンソロ曲聴いていただきたいと思います。今日1回目レゾナンスという曲だったんですけど、今からチーズオブブルーという、青空の下を、レーシングカーがこうサーって走り抜けるのをイメージした爽やかな一曲をお聴きいただきたいと思います。それでは聴いてください。チーズオブブルー。
水もう一人ラバンユをお呼びしたいと思います。せーの、ラバンユでお願いします。せーの、ラバンユ。はーい。これお決まりですね。あ、そうですね、はい、覚えていただいてありがとうございます。はい、1回目はね、午前中のヒールをお届けしたんですけど、はい、今ちょうど決勝5時間レース中ということで、うん、次はオーバーテイクレース曲をお届けしたいと思います、はい。もうずっとね、ラフィーヌミューズとして歌い続けてきた、うん、サーキットの定番の楽曲ですね。はい、心を込めて歌いたいと思います。ぜひ歌える方は一緒に口ずさんで歌ってください。それでは聴いてください。オーバーテイク。焦燥挑み続ける意味見失いそうになる。それにあらがうほど超えたのは昨日までの私。振り切るよりフルスロットの向かい風を味方につけたならば本来確かに今幕を開ける。見てました。ありがとうございます。嬉しい。は
はい、2曲お届けしたところで、先ほどね、はい、フリーの皆様が振り付けとかコールをね、レクチャーしてくれていた曲をみんなでやりたいと思うので、呼び込みたいと思います。皆さん、どうぞどうぞ。はーい、はーい、はーい。でもみんなが登ってきたらまた日が出てきた。すごい。ただ、照らしてくれてる晴れ女。あ、晴れ女たち。はい、先ほどね、マフィネレディのみんながレクチャーしてくれたから、うん、もう皆さん完璧だと思うんですけれども、私たちね、よく見えますからね、ここから。ぜひ声出して、そして一緒に歌って踊って盛り上がっていきましょう。では曲振りはみのりんに、はい、お願いしようかな。はい、皆さん曲振りしたら一緒に俺もって言ってくださいね。それでは聴いてください。メロンソーダ飲みたい。メロンソーダ、ダンダンダダ、メロンソーダ、ダンダンダダ、メロンソーダ、ダンダンダダ、メロンソーダ飲みたい。言葉が濁りだない大きな桜、この光を積ませて、女の子は誰でもない。
だね。これぞ夏って感じで、はい、本当メロンソーダ飲みたいっていう気持ちなんですけれども、この後もまだまだゲザレース続いております。はい、はい、チーム01とそしてラフィーネレディもこの後もまだスケジュールありますので、ぜひ一緒に応援して最後までエスタイ横丁スーパー耐久モテギ楽しんでいきましょう。本日はありがとうございました。